それではティコティコを今度はテナーサックスでやってみましょう。とりあえず一度やってみましょうかね、アンコーラス。というふうに、乱暴に吹くのではなくて、下の音はサブトーンで出たりクリアトーンでも全然大丈夫です。なので丁寧に吹く。じゃあ今度はニュアンスをちょっとつけたやつ、アルトの、方も同様に、やっていただきたいんですが、ニュアンスをつけてやってみましょうか。